はい、どうも皆さんこんにちは、渡辺です。今日はですね、40代50代の方って一つまとめにねされる方が結構多いかなと思うんですけど、そうなった時に結構老けたりとか、あとは疲れて見えたりしませんか？例えば生え際にね、白髪が結構出てきてたりとか、ちょっと生え際が後退してきてて、なんかあんまり似合ってないなっていう風に思う方、これってまとめ方が悪いだけで、意外とあるポイントさえつかめば今っぽく若々しい一つまとめになります。今日はそれのポイントをご紹介します。一つ目は顔周りのこめかみの部分、ここを隠すように奥れ毛を下ろす。あとはまとめた髪の毛の位置をできればね、少しね下の位置でまとめる、まあ耳のラインぐらいですね。あとは耳を少し隠したりとか、この辺に凹凸をつける。これをすることによって誰でもねちょっとこなれ感がある一つまとめのアレンジになりますので、一つまとめで悩んでた方ぜひ参考にしてみてください。それでは早速動画に移りたいと思います。まずはじめに顔周りの髪の毛を下ろします。一番重要なのがここのこめかみの部分を隠すことがポイントなので、この顔周りの髪の毛を下ろして、で少し隙間が空いてても問題ないので、髪の毛を広げた時にこの辺の部分が隠れるぐらいの髪の毛の量を下ろしてください。その次にもみあげの部分ですね。もみあげの部分もまあだいたい20-30本ぐらいのイメージで、ちょっと少なめですね。このぐらいの分量で下ろしてあげます。次は全体の髪の毛をまとめていきます。ざっくりと手串でまとめていって、大人女性のねこなれたポニーテールのバランスは少し低めの方がバランスがいいので、あまりね高めだとちょっとね形がおかしく見えたりとか、少しね子供っぽい印象になるので、できればね耳のラインより気持ち下ぐらいでまとめてあげるとベストかと思います。でゴムで結んでいきます。これだけでもなんかバランスいい感じに見えませんか？次になんですけど、ちょっとね今日はお人形でやってるので若干バランスが難しいかなと思うんですけど、普通の方だったら大体耳がしっかりと出てるので、この部分を気持ち隠す方がこなれ感がアップします。なのでこの耳の上の髪の毛を少し下に引っ張るような感じ、こんな感じですね。引っ張って耳の3分の1ぐらいのところが髪の毛で隠れるぐらい、こんな感じで下ろしてあげるとベストかと思います。次にこの辺の部分がねペタッとする方が多いので、ここを少しほぐしていきます。ゴムの部分を持って反対の手でこのゴム付近から少しずつ毛束を出していきます。で大体 1,2,3,4 箇所ぐらい、つまむバランスも大体10本ぐらいですかね。少しだけ出してこのぐらいのね凹凸が出れば OK です。次にこのね間のこの4本出したところの間の髪の毛をほぐしていきます。でここもねやっぱりトップの部分もぺちゃんとなりやすいので、この間の髪の毛を少しボリュームを出していきます。最後にこのトップの部分ですね、この2箇所ちょっとねぺたんとしている部分があると思うので、そこをボリュームを出してあげます。横から見たらこんな感じのシルエットになれば OK です。次に後れ毛の部分を巻いていきます。今回は 26mm のコテで外巻きに巻いていきます。もみあげの部分から中間あたりからコテを入れて、後ろ向きに1回転だけさせて滑らせてくる。するとこのぐらいのカールができます。顔周りの髪の毛も同様に同じように巻いていきます。中間から挟んで1回転させて、そのまま毛先に滑らしていく。こんな感じです。最後にミルクをつけます。手にしっかりとなじませて、あんまりねベタっとつけるのではなくて、指先にねちょっとクリームとかをつけて、ヘタバ感だったりとか、少しねパサついてるところがあると思うので、それがなくなる程度で大丈夫です。で少しね、こう広げてあげたりとか、バランスを整えてあげて、このこめかみの部分を隠すようにしてください。あとは全体的な髪の毛を少しね、また魅力をつけて、潤わせる感じですね。パサついてると少し疲れてやっぱり見えますので、しっかりと
具を当ててバランスを整えたらこんな感じで完成です。こんな感じでご紹介させていただきました。このポイントを押さえるだけでちょっとね元気に見えたりとか若々しく見えたりするポイントになってますので、ぜひ皆さん参考になさってみてください。今日も、動画を最後まで見ていただいてありがとうございました。今後もね皆さんが綺麗になれる情報だったりとかね、こういったヘアアレンジをご紹介しますので今後ともよろしくお願いします。この動画が良かったらグッドボタンとあとチャンネル登録とコメントもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。